ちは。こんにちは。で早速質問します。はい、今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。はい、世田谷区の若者就職支援の合同説明会で御社を知り、でそこから参加へとつながりました。はい、はい、ではインターンシップを始める前の経験を教えてください。インターンシップ始める前は全く経験がなくて、その業務の方でも趣味の方でもゲームというものは全然作ったことがないので、プログラミングとかそういうものは全く知識がありません。ただそのフォトショップではないのですが、イラストをパソコンで描くということは多少趣味の方でも経験はあります。はい、はい、では今回インターンシップで行った内容を教えてください。はい、今回のインターンシップ、私は2日間だけということでしたので、社内ポスターのイラストの制作を行いました。あとは？あとは、記事の作成と動画の、記事の作成と動画の撮影を行いました。何の？その内容は明星大学のデザイン学部の話で、特にその私たちのデザイン学部の特徴として企画表現演習というものと2コース6分野というものをしているので、それの説明についてサクッと説明させていただきました。はい、では最後ですけど、インターンシップを終えての感想を教えてください。はい、インターンシップ私2日間だけでちょっと結構短かったんですけど、その2日間でも社内の雰囲気は分かりましたし、しかし一方で業務が皆さんと違ってちょっと軽い業務だけだったので、それは私が期間短く設定したのがその主な原因なんですが、もし今回期間短く設定したのは自分の卒業が間近で、それまでに内定とかそういう結果を出したいなと思って、なるべく早くその面接とかの日程が決まるように短く取ったんですが、もし期間がもし長くできたら長く取れたらなというところが正直な感想です。もうちょっと御社のインターンシップを参加してみたかったなと思っています。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。